も知らない世界。近本さんはね、あの去年のトラトークが終わってね、僕の楽屋に来てくださって、はい、終わってから覚えてないですか？覚えてます、覚えてます。僕の楽屋に来て、陳内さんすいません、なんかもうちょっとトーク面白くしてかったんですけど、言ってない、言ってましたよ、言ってましたよ。もうちょっと僕ら、もうちょっとあの喋れたんですけど、なんかすいませんでしたみたいな、なすなかにしみたいなテンションで、フリップかけないっていうのがあったんでね。えフリップでかけないっていうのがあったんで、フリップでね、書けない問題があったんで、なんかすいませんでしたみたいな、すごい意気込みがあって、今年もよろしくお願いしますね。はい、お願いします、お願いします。さあ、そして新人から5年連続タイトル獲得、中野選手。はい、素晴らしい、最多安打です。3年5年連続は近本さんですね。近本さんですね、はい、中野選手は、最多安打164安打。はい、ありがとうございます。ねえ、どうでしたこれ、やっぱ本当はトップ取りたかったですか？いや、もちろん一人で取りたい気持ちはあったんですけど、取ったことには変わりないので、よかったかなと思います。来シーズン狙ってくださいね。頑張ります。頑張ります。お願いします。さあ、そして大山選手、最高出塁率4割3厘ということで、大山選手、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。でも、ファンボールっていうのが大きかったですか、大山さん。そうですね、はい。チームの。でも99枚だと1個なんとか100個までいったんですけど、はいはい、来年に向けて、はい、目標ができたということで、はい、いや素晴らしいメンバーを作りましたから、そうなんですよ、はい、今年はですね、ピッチャー、キャッチャー、野手というふうにこう実は分かれて、そうですね、てまして、はい、今日しか話せないことをお互いにぶっちゃけていただければと思ってますので、はい、投手3名、捕手2名、野手3名ということで、そうです。さあ、ではね、もう皆さんぶっちゃけていただきましょうか。はい、さあ行きましょう。最初のトークテーマはこちらです。あれのあれを達成した後のご褒美ということで、はい、あの日本一ということですね。そうですね、18年ぶりのあれ、そして38年ぶりのあれのあれを果たした今シーズン、選手の皆さんも未体験なことがいろいろあったと思います。で、そんな中、これは予想していなかったということをお話しください。さあ、ご褒美どうですか、皆さん予想していなかったご褒美があるか。あ、ご褒美ですね、はい、頑張ってあれのあれを掴んだ皆さんがご自身へ、または誰かへ行ったご褒美を教えてください。自分自身に何かあったとか、はい、誰かにあげたとか、さあ、どうでしょう、近本さんどうですか。賞金もらいました。そうだ、MVP ですもんね。ご褒美です。賞金ちなみにおいくらだったんですか。いくらだったの。700万です。すごい。それはどのような感じで使ったんですか。いや、まだ来てないと思うので、まだ使ってないです。まだこの手元にはない。手元にないですね、はい、もし来たらそういう時、選手の皆さんとなんかちょっとご飯行こうよとかないんですか。みんなに使ってくれる。ねえ、坂本さん、みんなに使ってほしいですよね。よっしゃ、もらった日には言ってたんですけど、変わってるかもしれないです。ハワイはね、ハワイ行くんで、僕らハワイ、はい、優勝旅行で、あ、その時になんか使ってくれる、はい、ハワイで何か、おはようございます。じゃあハワイで何かちょっとプレゼントをね、アメリカさん、はい、いただきます。ちなみに何が欲しいですか。時計か車でお願いします。じゃ、時計か車で700万じゃ厳しいな。あと自腹出してもらってね。他どうですか、皆さん、自分に何か買ったとか。村上さんどうでしょう、こんだけ今年活躍して。いや、まあ、今年寮出るんで家電買いました。家電を、はい、上司でやっちゃいます。やりますよ。上司で買いなさい。上司でしょ。あ、上司で買いますよ、はい、どこで買いました。上司です。そう、何買いました。ちなみに洗濯機とか。洗濯機とかいろいろ買いました、たくさん。全員どうでしょう、中野さんどうですか、ご褒美。いや、ちょっとまだ買ってないんで、うん、まあ、
これから買おうかなと思ってます。ちなみになんか欲しいものとか憧れてるものとかは、やっぱり時計欲しいですね。はい、時計ですよね。はい、そうなったらやっぱり先輩方にねプレゼントとかよくあるじゃないですか。活躍したら先輩が後輩にとか、うん、この中で一番先輩となったら梅野さんです。梅野さん梅ちゃんどうですか。時計お金なくなりますよ。こいつらに。あ、自分は本当けど自分も時計欲しいなと思ってて、はい、はい、毎年1本はなんか記念に買ってます。毎年自分で時計買ってるんですか。はい、じゃあちょっと欲しいよね、中野さんもね。はい、ついでに買ってもらいたいと思ってついていきます。ちょっと頑張ったご褒美でね。さあ、他、大山さんどうですか、ご褒美は。そうですね、まあ、物っていうよりもあのアラームをかけずに寝れるんで、それが一番いいです。アラームをかけずに寝れる、はい、欲しいですよ。今はもうゆっくり寝れるってことですか。はい、それが一番嬉しいです。大体今何時ぐらい寝て何時起きてるんですか。いや、その日によって違うんですけど、はい、まあ、2時ぐらい寝て午後午後遊んでます。寝るね。どれだけ寝れるんで、もう今は関係なくてゆっくり休む時間ですからね。そうです。それがご褒美だと。はい、幸せです。さあ、じゃあ続いていきましょうか。続いてのテーマはこちら。岡田監督からの忘れられない一言。これちょっと気になるね。そうですね、はい、数々の試練や、喜びを経てあれを掴んだ今シーズン、岡田監督から言われた忘れられない一言を教えてください。さあ、どうですか、監督と皆さんお話しすることってあるんですか。確かに気になりますね。ベンチの中ではあんまりないんですか。伊藤さんどうですか。そうですね、まあ、自分は結構あったと思います。はい、まあ、その試合、まあ、打席に立つ時にパンチショットやって、はい、それが一番響きますよね。はい、パンチショットやって言ってましたね。あれが順番一番残ってることが、はい、青柳さんはなんか監督さんとね話したって記事を読みましたけど、はい、はい、ちょこちょこ話されました。はい、あれはどういう話したんですか。試合の振り返りだったりとか、うん、大体僕が悪いと思ってて、まあ、そういう話をしますね。で、なんか覚えてることとかありますか。やっぱ一番はその監督さんに呼んでもらった時に、うん、最終戦もそうですし、お前の始まったらしいですよ、お前締めろって言われたんで、まあ、それが一番かなと思いますね。開幕投手をやって、最後第7戦、青柳でいくよっていうのが、はい、すごい一気に感じました。まあ、そこはやっぱり、またちょっとギャラが上がったというか、大山さんどうですか、そういう言葉かけられたりとか、チャンスの時に。はい、次駅前に、結構声かけてもらうことが多くて、リラックスって言われました。リラックスって言うんですか。肩を